まるちゃんのサバイバルスペイン語講座始まるよ。こんにちは、まっちゃんです。こちらスペインをマラガからお送りするサバイバルスペイン語講座、今日もどうぞよろしくお願いいたします。今日のテーマはですね、映画、こちらについてお話してみたいと思いますよ。こちらまるちゃんのサバスペ講座では、私のスペインでの日々の生活をもとに、楽しくレアなスペイン情報、あと簡単で必ず通じるスペイン語で、ね、皆さんにどんどんお届けしておりますよ。ぜひですね、チャンネル登録にプチッとしていただいて、私と一緒にスペインの夢に向けてね、楽しくお勉強していただければ嬉しいです。あとスペインなんか興味ないからもうほっといてという方にもね、なぜかわかりませんけど、スペインの魅力をお届けしております。もしよければね、最後までお付き合いくださいね。で、今日ね、冒頭で申し上げましたように、今日はですね、映画についてね、お話をしてみたいと思います。映画、こちらではラペリクラ、ラペリクラスというふうに言いますよ。ペリクラね。あと映画館に関してはエルシーネというふうに言いますね。というのもですね、昨日土曜日の夜なんですけども、昨日かな、まだ、ちょっとね、動画出る頃にちょっと過ぎておりますけれども、こちらマラガでですね、プレミオスゴジャにね、プレミオスゴジャドスミルベインティウノというのがね、開催されましたよ。これはね、まあ、スペインでいうところのアカデミー賞みたいなもんなんですけど、映画関係者ね、その前の1年に、発表された映画とか、まあ、これから出るのかな、その映画のね、方々に贈られる賞ということでございますね。でね、こちらのマナガはね、アントニオ・バンデラさんの出身地ということで、彼が今回はね、司会ということでね、頑張っていらっしゃいましたよ。でね、ノミネートされた方々は、今回は残念ながら、そのマナガの会場にはいらしてませんでですね、ビデオコンファレンス、めてこう後ろに大きなパンタージャね、画面に皆さんこうお家からの中継で、ね、こうつないで映されているという感じでございました。で、プレゼンターってね、そのこう賞を読み上げる方々は、会場にね、何人かいらしてましたけど、その中にペネロペクルスさんとかね、ペドロアルモドバルさんとか、ペドロアメナバルさんとかね、いろんな有名な方もたくさんいらっしゃってましたけれども、それでね、ソーシャルディスタンスということで、今回はね、ちょっとこうなんか、ちょっと寂しい感じでしたけれどもね。まあ、それはね、いい感じのね、ショーでございましたよ。ね。でも、アントニオ・バンデラさんといえば、やっぱりハリウッドでもね、有名な俳優さんということですから、ハリウッドとか、あと、世界の映画界のね、女優さん、俳優さんからいろんなメッセージがね、入ってましたよ。それ見てるのもね、面白かったですけど、トム・クルーズさんなんかね、スペイン語で、オラ、タラシカマシタって感じで、ご挨拶をなさってましたね。あと、シルベスター・スタローンさんとか、ロバート・デ・ニーロさんとか、グレーン・クローズさんとかね、あと、元嫁のね、メラニー・グリフィスさんとか、いろんな方からね、メッセージが入ってたということでございましょうか。ね、そんな中でね、ラス・ニーニャスっていう映画と、アドゥっていう映画と、アケレレっていう映画だったかな。その3つの映画がね、賞をこっちとね、分担して取るような形でね、終えたという感じでございますね。で、最優秀映画賞というかね、その一番いい映画ですっていうのは、ラス・ニーニャスっていうね、11歳か12歳ぐらいのね、女の子たちのそのね、日々の何でしょう、その成長の過程のね、そういうことを描いた映画をこちらがね、撮られたということでございましたよ。で、こんな感じでね、ちょっと映画を見てたね、映画見てた、そのゴジャをね、見ててね、ちょっと映画についてじゃあお話しということでね、こちら今日はね、動画を作っておりますよ。で、こんな感じでね、スペイン映画もね、有名でございますけど、今回ね、ご紹介するのは、以前ですね、世界の名作っていう動画がありましたけど、その時は本ですね、本のタイトルをスペイン語で何て言うのかっていうのをご紹介いたしました。で、今回はその映画ですね、スペイン映画じゃない映画が、こちらに入ってきた時に、スペインに入ってきた時に、どういう風に呼ばれたかっていうのをね、ご紹介してみたいと思いますよ。参りましょうね。たくさんありますからね。いきます。で、これ、映画のカテゴリーって言うんでしょうかね。恋愛映画だったりとかね、フィクション映画とか、アクション映画とか、そういうちょっとあるんで、これがね、ちょっとこれを最初に言いましょうね。ペリクラス・デ・アモール。ペリクラス・デ・アモール。こちら恋愛映画。ペリクラス・デ・アクシオン。ペリクラス・デ・アクシオンというと、これはアクション映画。ペリクラス・デ・アベントゥーラス。ペリクラス・デ・アベントゥーラス。これは冒険映画って言うんでしょうか。ペリクラス・デ・ミエド。あそこはペリクラスでテロールって言うと、こちらホラー映画ということでございますよ。あとね、ペリクラスでシエンシアフィクション。ペリクラスでシエンシアフィクションって言うと、こちら SF 映画ということですね。あとはペリクラスでドキュメンタね、ドキュメンタリー映画とか、ペリクラスでアニマション。これはアニメーション映画ね。あと何があるでしょうかね。いろいろあります、いろいろありますかね。こんな感じでね、ヒューマンとかコメディとかね、ありますけどね。そういう風に区分けされているということでございますよ。でね、ちょっと今からね、映画ね、有名な映画をね、ちょっとピックアップしてみましたので、こちらもそんな知らない、聞いたこともないっていうようなね、映画をね、ご紹介するかもしれませんけど、これも歴史に残るね、有名な映画ということなんで、古い映画もね、ちょっと皆さんご覧になってくださいよ。でね、こういう、
映画をね、そのネットフリックスとか、こちらでね、見られると思うんで、アマゾンなんとかとかね、そういうのでね、探して、スペイン語ね、お勉強にね、なさるのもいいかと思いますので、そういうためもね、あってね、ちょっとご紹介してみたいと思いますよ。じゃあ、まずね、最初に、古いですね、これね。ロシエテ・マグニフィコス。ロシエテ・マグニフィコス。こちら、荒野の七人。古。ということでございますね。これあれですよ。黒沢明監督の、後でご紹介しますけど、七人の侍にインスピレーションを受けた監督がこの映画を作ったということらしいですよ。で、実はですね、スペインではですね、ちょっとアルメリアだったかな、その辺にね、ウエスタン映画ね、パゲティだったマカロネだったかな、なんかペリクラシネマカロネって言うんですけど、ウエスタン映画ね、をね、撮るね、撮影所がね、あるんですよ。で、たくさんの映画がね、このアンダルシアで撮影されてるということでございますよ。次にこれもね、これ私見てないです、実は。ラウレンスでアラビア。ラウレンスでアラビア。これはアラビアのロレンス。タイトルがかっこいいからね、選んでみましたよ。アラビアのロレンス。あとね、これチャプリンが、ヒトラーの役をね、やったやつで、こちら、エル・グラン・ディクタドール。エル・グラン・ディクタドールという映画がございました。これはまあ、独裁者っていうタイトルだったと思います、日本では。なんか地球の形をした大きなね、風船を彼がテーブルの上でこうやって足でね、蹴っ飛ばして遊んでるっていうね、シーンがありましたけど、ちょっとね、ヒトラーのことを愉快にね、ちょっといじった映画だったと思いますよ。こちらが、エル・グラン・ディクタドールという映画ですね。次に、これ私の大好きな、この辺から見てますかね。オンタイムではございませんからね。こちら、カンタンド・バホラ・ジュビア。カンタンド・バホラ・ジュビア。これは雨に歌えばでございますよ。これジン・ケリーのね、ダシン・イザ・ナ・レインってやつですね。素敵なやつね、雨の中で踊るね、傘持って踊るやつでございますよ。こちら、カンタンド・バホラ・ジュビア。これ今見ても面白いと思います。多分ね、また見てみたいものでございますよ。あとね、デサイジュノ・コン・ディアマンテ。デサイジュノ・コン・ディアマンテス。これはですね、朝食ね、ダイヤモンドと朝食って感じなんですけど、こちらはティファニーで朝食をでございますよ。これはヒップバーンさんのね、映画でございますけれども、これなんでね、ティファニーっていうね、メーカー名だからでしょうか。確かにね、スペインでティファニー、まだ私はマラガですからね、見たことありませんけれどもね、それで有名じゃないからね、多分ね、こういう風にしたんでしょうか。ディアマンテ、ダイヤモンドとね、ダイヤモンドと朝食をという風になっておりますよ。あと同じね、オードリー・ヘプバーンさんのこちら、バカシオネス・エン・ローマ。バカシオネス・エン・ローマ。こちら、ローマの休日ということでしょうか。ね。あとこの間もね、ご紹介しました、私の大好きだね、ありがとうございます。なんだっけ、ジェームス・ディーンさんのね、理由なき反抗。こちらはですね、レベルデ・シン・カウサ。レベルデ・シン・カウサという風になっておりますよ。レベルデ・シン・カウサ。これね、レベルデっていうのが反抗ね。で、シン・カウサっていうのは、理由のないということでございますよ。次にね、これはもうちょっとだけ新しくなりますけど、これ、ラ・ナランカ・メカニカ。ラ・ナランカ・メカニカ。これね、見たことない方いらっしゃるかもしれませんけどね、多分映像、その絵を見ればね、多分ご存知だと思います。なんか黒いハットをかぶったね、ちょっと頭のおかそのお兄さんがここだけ、この目の下ここだけまつげね、こんな長いの描いちゃってね、怖い映画。これはスタンリー・キューブリックの時計仕掛けのオレンジという映画でございましょう。これ見たんですけど、私もちょっと頭おかしいなっていう映画でございました。こちらね、ラ・ナランハ・メカニカ。次にこれ、ゴッドファーザー。こちら有名ですけども、これはエル・パドリーノ。エル・パドリーノという風に言いますね。こちらではエル・パドリーノ。ゴッドファーザー。あと、エクソシスト。こちらね、エクソルシスタという風に言いますよ。これがエクソシストね。あと、オペラシオン・ドラゴン。オペラシオン・ドラゴン。これはですね、ブルース・リーの、ね、ブルース・リーの、主演の、燃えよドラゴン。これね、多分ね、この燃えよドラゴンだと思うんですよ。ね、年数からして、彼ね、多分もう1年ごとぐらいにね、どんどんね、この時期映画をね、出してましたからね。こちら、オペラシオンドラゴン。これはね、燃えよドラゴン。あ、超ということでございますよ。次のロッキー。これね、シルベスター・スタローンさんのロッキーはロッキー。このままね。あとはグリース。これはジョン・トラボルタさんのグリースね。あと、オンブレ・エレファンテ。これはエレファントマンっていう映画があったんですけど、ちょっとね、顔がなんかちょっと奇形で生まれちゃったね。男の人がなんかこういう、なんでしょうね。白い布をね、被って、こう目だけ開いたようなね、布を被ってね。なんかそういうちょっと暗い、モノクロの映画だった記憶がありますね。あと、スーパーマン。これはスーパーマンね。あと、バットマンだとバットマン。
バットマンリターンだとバットマンボルベとかいう感じになりますでしょうかね。あとはね、エンブスカデルアルカペルディーダ、エンブスカデルアルカペルディーダ、これはですね、インディージョーンズレイダース、失われたアークという映画でございましたね。これ見ましたけど、こんな長いタイトルでしたでしょうか。こちらではエンブスカデルアルカペルディーダというふうに言いますよ。と次にね、ET パサテレフォノという感じでございますけど、こちらはエーテエルエクストラテレストレ、エーテエルエクストラテレストレというふうに言いますよ。これね、アルの発音が入ってますからね、これ何度も何度もね練習してみてください。エルエクストラテレストレ、エルエクストラテレストレってね、道端で言ってると、お前何言ってんだって言われますから、ね、気をつけてくださいね。次にですね、ソロエンカサ、ソロエンカサ、これホームアローンでございますね。ホームアローン、これ私も好きで何度も見ましたけどね、これこの間ね、こちらでニュースになってましてね、というのもこれ多分ね、ホームアローン2の方だったと思うんですけど、まあこれね、カルキン君でしたっけ、彼がね、あのホテル、どっかのホテルで迷子になってるシーンがあるんですよ。でそのね、ホテルがどうもね、トランプさんの所有してるホテルだそうで、彼がね出演してるんです、トランプさんが。でね、彼が、まあ、コレ君が、なんかトランプさんに質問して、まあ、どっち行けばいいのとか聞いたんでしょうね。で、そう通り過ぎるシーンがあるんですけど、そこのね、トランプさんのシーンがね、綺麗にね、カットされるというね、状態になっているそうですよ。今はね、もうトランプさん見られない。ね、トランプさんソロ演歌さということでございましょうか。次にですね、これは、シネマパラディソ。シネマパラディソ。これイタリアの映画でしたか？これうちにね、なぜかありました、これね。長い映画ですけど、これ長い映画ね。これ最後のシーンだけ見れば泣けるという映画でございますよ。こちらね。シネマパラディソ。あと、レグレソアルフトゥーロ。レグレソアルフトゥーロ。これはバックトゥーザフューチャーでございましょうか。これね、マイケル・ホタホックさん主演のね、これ本当にね、名作ということでございますよ。これね。次にね、これ私が好きな映画なんで、これもね、入れたんですけど、これはベイプっていうね、豚の映画がありました。ベイプね。エルセルディとバリエンテ。こちらでは、勇敢な豚ちゃんっていう名前がついてますけど、これね、ベイブっていうね、子豚ちゃんの映画でね、子豚ちゃんと、なんかもう、愛想のない無口なね、背の高いおじさんとのね、友情の物語でございますよ。これね、もしよかったら見てみてください。だから、こうなんかハートフルなね、映画なんで、これ大好きなんですけどね。こちらはベイブ。エルセルディとバリエンテというふうに言いますよ。次にね、エルシレンシオデロスコルデロス。エルシレンシオデロスコルデロス。これ怖かったですね。これは羊たちの沈黙。羊たちの沈黙という映画でした。これはね、ついこの間ですか、ジョディ・フォスターさんと、おじさん。こんなつけたおじさん名前ないですけど、忘れましたけど、あのおじさんがなんかね、対談してましたよ。なんか新しいね、新作でも作るんでしょうかね。まだ出てこない。あと名前だ、思い出したら言いますからね。次にね、こちらは、ミッションインポッシブル。ミッションインポッシブル。こちらミッションインポッシブルね。あとね、ピラタスデカリビ。ピラタスデカリビ。これはパイレーツオブカリビアン。あと同じね、これ私大好きな、ね、ジョニー・デップさん主演のね、マノスデティヘラ。マノスデティヘラ。ね、切ない映画がありました。これね、これシザーハンズね、これいい映画でしたよ。これも見てみてくださいね。あとね、ちょっとこれからは日本映画ね、少しね、こちらでもね、有名なやつをご紹介してみたいと思いますよ。これまた古い、クエントスデトキオ、クエントスデトキオ、これ小津安二郎さんの東京物語ということでしょうかね。クエントスデトキオ。次にですね、これさっきね、出てきました。荒野の七人の、まあね、あれです、アイデアとなった、黒沢明監督のロシエテサムライズ。ロシエテサムライズ。ということでございますね。次にね、大島渚監督の戦場のメリークリスマス。こちらでは、フェリスナビダーミスターラウレンス。フェリスナビダーミスターラウレンスという風になっておりますよ。これ多分、たけしさんが、この劇中で、言ってたセリフだったと思うんですけど、違いましたかね。で、そのたけしさん監督のね、これ私、こちらで見ましたよ。菊次郎の夏ね。こちらの映画館で見ましたけど、エルベラーノで菊次郎。エルベラーノで菊次郎という映画でございましたね。で、あとアニメなんかもね、日本のアニメ有名ですからね。ちょっとご紹介しますね。これ、ニキ、ラプレンディステ・ブルハ。ニキ、ラプレンディステ・ブルハ。これはニキ、
魔法使いの、なんでしょうね、見習いさんということでしょうかね。今練習中という感じですね。これは魔女の宅急便。あとはエルビアヘデチーロ。エルビアヘデチーロというと、これは千と千尋の神隠し。あとはミベシノトトロ。ミベシノトトロというと、これ隣のトトロ、トトロという感じでしょうか。あとね、ラトゥンバデラス、ルシエルナガス。ラトゥンバデラス、ルシエルナガス。これ初めて聞きましたけどね。これルシエルナガスというのは、ホタルのことだそうですよ。これラトゥンバというのがお墓ですから、こちらはホタルの墓ね。ラトゥンバデラス、ルシエル流すという風になってますね。あとですね、まあディズニー映画ね、こちらも、やっぱりね、毎年どんどんやっていきますけど、これ、まあちょっとだけね、ドゥンボ、ドゥンボ、これダンボね、ダンボ。あとピノーチョ、ピノーチョ、これピノーキオ、ピノーチョ。あとラベージャイラベスティア、これは美女と野獣。レイ・レオン、これはライオンキングということでしょうか。もうこれ、ね、全部ね、紹介したらもう大変なことになりますからね。今日はこんな感じでね、ご紹介してみましたけど、いかがだったでしょうかね。また次回もね、サバイバルで楽しいお勉強してまいりましょう。今回もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、あと高評価ボタン、あとコメントなんかもぜひぜひよろしくお願いしますよ。また今度ね、こちらマラガでお会いいたしましょう。さよなら、アディオス、アスタルゴー。